はい、どうもこんにちは、ケントと申します。今回はですね、空中上攻撃の使い方ですね。これすごい強いんですけど、まあ使い方をね、間違えてしまうと普通の対空になるんですけども、まあいろんな使い方をすることによってコンボ火力を一気に伸ばせるっていう利点があるので、よかったら見てくれたらなと思います。急降下空上ですね。こういう風に根元に判定があるんですけど、急降下をすることによって根元を当ててさらにコンボを伸ばすっていう技ですね。こういう感じで、まあ、3コンボ確実に入りますし、一気にパーセントを稼ぐことができるんですよね。42% ぐらい稼ぎますね。まあ、これ、何に似てるかっていうと、ワリオの空上の使い方に似てるんですよね。ワリオの空上も、着地に空上して火力を稼いでいくんですけど、ミュウツーもそれと同じ使い方ができるんですよね。地上でも全然。ここからこういう風にできますからね。なので空上、着地空上指導でいろんなものに発展することができるので、ぜひおすすめです。でもう一個は、こうジャンプしてるとき、こういう風にジャンプしてるときに2段ジャンプ空上を使って対空をすると、するとこんぐらいかな、こういう感じに、さらに 31% も入るんですよね。2段ジャンプ空上で対空することによって次に空中前攻撃とか空中ニュートラル攻撃につながるんですよ。これね、ぜひおすすめです。特にちゃんと空上相手がジャンプなかったりとか、空上対空できるなとか、ジャンプ読みした場合はちゃんと2段ジャンプ空上を使って火力を伸ばしていくっていうのも大事なポイントですね。みたいな感じで、着地空上っていうのは結構使い道が多いので、2段ジャンプ空上、着地空上はぜひマスターした方が僕はいいかなと思ってます。では、それを絡めた試合になってます。よければ見てください。どうぞ。